ラドアがテイクステップ泣きそうだ、ずっと会いたかった相手を目の前にしてるってなわけねえわ、俺もゴリラちゃん食いといたりしたかったチンカ、やっぱそうか、そらそうだ、その流れでこのまま上がっちまいそうだ、相談もなしに決められてたラインを俺はまたいでここまで来た、ようこそおいでなすっか、ここで会ったが300年目っていうか、俺も YouTube で君のバトルを見ててとてもかっこいい、パンチラインをはめてくる、俺勝てるかな、想像したけどそれが想像通り、今現実となってここに現れた、もう夕方チルしたいしな、早いとこ勝負決めようぜ両カルマ、マダファカー、ヘラヘラ遊んでるわけではないから、言葉のエッジ立って仕方がなかった、フック全員このまま引っ掛ける、忘れさせない脳内で再生さす、さすがスネって言わせろ、俺喉が逆さでもガサツに踏み込むだけさ、チンザドープネス本当かホームレスに立ち、その辺に転がすのは誰だ、バカ野郎俺はちゃんと家あるよ、転がねえよホームレスにはならねえ、だからテクニック好きながら俺のライフをマットするために進む、負けじゃなんねえ、ここは誰がチャンピオンなるかどうか数分後には決まってる、どうも美味しいビールが飲めそうだ、化石チンザドープネス、あの頃と何も変わっちゃいなかった、とっくに攻略本出てる、こいつの倒し方くらい簡単に息の根止めんのは、俺か俺の名を言わせるのか、俺がまた何か遠いところに近づくのか、つくづくあいつクソやべえとこ続くなって思わすのは誰だ、 You know?いいとこに行っちまった、もうすでにいるのに見えなくなった、あのおしゃれそうなシルクのシャツは破れて水にまみれていた、海に浮かぶドザエモン、ドープネスが殺してしまったと、でも本当に殺すわけではないからな、まあでも仕方がないな、